ロシア連邦道路 R258 または連邦道路バイカルはロシア連邦のイルクーツクとチタを結ぶロシア連邦道路であるイルクーツク州ブリアート共和国ザバイカリエ地方を経由するロシア連邦道路 R297 シベリアの東方面の延長で総距離は1 1 1 3トル。クルティクでロシア連邦道路 A333 ウランウデで,で、ロシア連邦道路 A340 と接続し、共にモンゴル国へ向かう。アジアハイウェイ6号線の一部。道路は主に幅7メートルで、アスファルト舗装を施されているが一部コンクリート舗装や、未舗装の部分もある。前線に車線で、急勾配や急カーブ、見通しが悪い区間などがいくつか存在し、運転する際に注意を必要とする。また、 途中に架か,かる橋はすべて60トン以上の対価重量を持ち、トンネルは存在しない。沿線は大陸性の気候で冬は低く、摂氏24度、夏は摂氏20度に達する。1970年にソビエト連邦共産党中央委員会によって、極東東シベリア、中央アジアにおける道路の再建が決議され、ソビエト連邦防衛省の管理のもと、 ソビエト連邦軍が建設を行うこととなり、いくつかの道路公平旅団がその任務に割り当てられた。建設の資金は、ロシアソビエト連邦社会主義共和国の設備投資によって賄われた。556km はすでに舗装されており、残りの 606km の建設は、以下の3つの区間に分けられ、1970年に工事が開始された。 これにかかった費用は1970年当時のお金で2.07億ルーブルであったと推測されている。この工事では103本の橋をはじめとしてガソリンスタンドや保守用の建物なども建設された。その後、道路公平旅団がチタハバルフス区間の道路建設のため移動した後も工事が続けられ、1981年に大部分が開通した。 ありがとうございます。